長野県に五稜郭があるということなので行ってみようと思います。五稜郭といえば星の形をした函館のあれです。とても有名な観光ポイント。そんな素敵なものが長野県にもあったのですね。長野の五稜郭、辰岡城は佐久市にあります。辰岡城は幕末に築かれました。函館の五稜郭と比べ規模はとても小さく、また3年後に完成していることからなんとなく偽物っぽい雰囲気もあります。でも実際に行ってみると確かに特徴的な五稜郭の形をしています。こちらも本物なのです。どうしてこの星のような形の城ができたのでしょうか。函館五稜郭や辰岡城は五芒星星形要塞とか両方式と呼ばれる城です。出っ張りの部分に砲台を設置し、ここから十字砲火することで効率的に城を守る仕組みになっています。守備側から見てほぼ死角がないということで長くヨーロッパで使われてきました。幕末に徳川幕府は国外の最新築城技術としてこれを採用し、巨大な函館五稜郭が築かれます。しかし実際にはこの時使われていた大砲の性能は格段に上がっており、すでに時代遅れの方式だったとのこと。榎本武揚率いる旧幕府軍が五稜郭を守りきれなかったのは仕方のないことだったのかもしれません。辰岡城も幕末の戦いを意識して築かれたのかというと、こちらはそうではなさそう。辰岡城を築いたのは松平憲方という殿様、徳川の分家で三河と佐久に領地を持っていました。この頃三河から佐久へ本拠地の移転を申し出、新しい城を築いたのです。松平氏は小さな領主で城を持つことが許されず、辰岡城は厳密には城ではなく陣屋だということです。憲方は幼い頃から蘭学やフランス語、家宝や築城術を学んでいました。その見識の広さから幕府の要職も任されています。辰岡城はその憲方が自ら設計を行ったと言われ、新しいもの好きの殿様がせっかくだから西洋式の城にしようぜということになったのでしょう。駐車場は城の付近にたくさんあります。私は佐久市歴史の里五稜郭出会いの館に停めました。駐車場から徒歩1分で城の跡に着きます。正面の橋が大手メインの入り口です。堀が巡っており、加工された石で隙間なく積まれた石垣もそのまま残されているようです。それにしても城ということなので、もう少し規模の大きなものを想像していたのですが、そうでもないですね。堀の幅は狭く、石垣も低く、その上に土塁があるのですが、これで一体敵の攻撃を防げるのでしょうか。ちょっと心配です。橋を渡って城内を見てみましょう。土塁の向こうにグラウンドが広がっています。ここは小学校として使われていました。周りをぐるっと堀や石垣に囲まれていて、ちょうど使い勝手が良かったのでしょうか。お城の中も学校に通えるなんて羨ましいです。周囲には土塁が巡っており、複雑に曲がっているのが分かります。辰岡城は五稜郭、5つの稜穂が外に向かって突き出ています。この両方に射撃施設を設けることで、隣の両方までをカバーし、石垣や土塁に取り付こうとする敵に対して側面からも攻撃できるようになっています。城への入り口は両方と両方の間のへこんでいる部分に設けられ、先ほど何気なく入ってきた入り口は正面からだけでなく左右からも射撃されるキルゾーンだったのです。
城の南西部分の両方、砲台が置かれていたと伝わります。この場所にしか砲台が設置されなかったということ、他の4カ所の両方には何もなく、それぞれが連携して攻め寄せてくる敵兵を攻撃するという作戦なんて実現することはできなかったのでしょう。城内に残る台所櫓、当時はもっと城の中心部の別の場所にあったのですが、移築されて現在の場所に落ち着きました。なかなか立派な建物で、お願いすれば内部の見学もできるようです。できればどなたか城好きな方と一緒のタイミングで見学させてもらえばありがたく思います。はっきりしたことは分かりませんが、昔の辰岡城が蘇る計画があるようです。ブランコなども気になりますが、橋を渡って辰岡城を外から見てみたいと思います。辰岡城の周りには民家があります。堀に沿って足を進めることはできるのですが、もしかすると私有地に入り込んでしまうかもしれません。実際歩いてみても案内看板などはなく、どこまでが侵入可能かさっぱりわかりません。なのでこの動画では明らかに行動と思われる範囲だけを紹介することにしますが、実際頑張れば辰岡城の周りをぐるっと一回りすることは可能のようで、それによって私のような城好きが本当に五稜郭だったと気持ちよく納得できるようになれば本当にありがたいと思います。日本で2つしかない貴重な五稜郭ですので、そのあたりの整備が進むといいですね。ここまで見てきた辰岡城ですが、南西方向の堀は未完成です。なんと途中まであった堀が突然なくなっているんですね。その先は下り坂になっていて、石垣が続いています。せっかくならここにも堀があればよかったですね。しかし堀がないことで石垣にギリギリまで近づくことができます。西洋式の辰岡城は石垣も西洋式、一番上の部分が突き出しているのがわかります。これは羽出しと呼ばれ、函館の五稜郭でも見ることができる新しい石の積み方です。石垣をよじ登ってきても、この張り出した部分を越えなければ城内に入ることができない武者返しのような役割があるのです。辰岡城は規模が小さく、砲台も堀の巡りも十分ではなく、城としては不安だらけ。これで大丈夫なのかと心配になります。山に囲まれた盆地にあり、このような場所に要塞が建設された事例はないそうです。山から大砲を撃ち込まれたら終わりですからね。辰岡城は慶応3年に完成したと言われていますが、世の中が江戸から明治へ移り、全てがガラッと変わる時代です。理想的な西洋の城郭を計画していた範方ですが、そのうち忙しくなって辰岡城の建設どころではなくなってしまったのでしょう。こうして新しいもの好きのお殿様が始めたお茶目な工事はちょっと中途半端な感じで終わるのです。辰岡城の周りをぐるぐる回り、石垣や堀を見てきましたが、本当に星形五稜郭のような形をしているのでしょうか。山を登り確認してみようと思います。現地の案内看板には展望台へのルートが記載されています。登りは片道30分とのこと。では行ってみます。辰岡城の周りには昔は城下町だったのかなというような風景が広がっています。屋敷のような家の壁に展望台へのルートを示す看板があります。それに従って登っていきますね。私が苦手とする山登りは尾根をまっすぐ進むルート、
特に急斜面は勘弁してもらいたいと思っています。ジグザグに進むのはまだ負担は少なく、この山は優しい方だと感じました。しかし途中から案内看板を見失いそうになるし、頭上に垂直な岩場が現れる場所があって、あれを越えるのかと不安にもなります。そして苦労して登った先にあったのが車が通れそうな道。ここまで来ることもできるらしいです。なぜ私はここまで歩いてしまったのだろうと思いました。しかしそんな気分も展望台まで来ればすっきりクリアに。ここから見る龍岡城は Google マップほどではありませんが、確かに五稜郭のような形であることを確認できました。お時間があればこちらの山までどうぞ。すべて含めて2時間ほどの見学でした。